キョンさん、シーリン、どうしてここに？俺様が呼んだのさ。な。え？うん。バイロー氏、先導は？わしが連れて行こう。お前たちだけで行かせるわけにはいかんからな。え？よく聞け、巫女さんはここで外からの敵の見張りだ。うん。あんたはここで敵を食い止める。うん。そしてじいさんと亮はアジトに侵入だ。うん。お前は？俺か？俺は巫女ちゃんと見張り見張り。冗談だよ。冗談に決まってんだろ。お嬢に行けばいいんだろ。行きますよ、行きますよ。困った。ああ、困った。どうしたんですか？え？ああ、レッドスネークの奴らに大事な質入れ品を奪われてしまって。なんとかして取り戻さないと、お客さんに何と言われるか。質屋の信用が台無しですよ。ああ、困った。そんなことが。そうだ、あなた頼まれてくれませんか？え？奴らに奪われた仕入れ品を探し出してほしいんです。俺が？お願いします。もうあなたしか頼める人がいないんです。そう言われても。奪われた品物は3つ。これです。レッドスネークの連中はよくこの上の階でゴソゴソやってますから、そのあたりが怪しいかと。ああ、お願いします。あなたしか。わかりました。3つ探し出せばいいんですね。おお、ありがとうございます。恩に来ます。
これは持っていこう。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 これは違うな。これは持っていこう。これは本物じゃないよな。これは持っていこう。これは持っていこう。これは多分これだな。これはこれ。これは、
これは。これは意外と人気だな。すみません。おお、どうですか。うちの品はありましたか。これを見つけました。どれ、見せてください。これです。間違いありません。よく見つけてくれました。このカメラですよ。いやー、ありがたい。よく見つけてくれました。これですよ、このお皿。これで3つとも取り返せましたよ。ありがとうございます。本当に助かりました。じゃあ俺はこれで。ああ、ちょっと待ってください。え？ここまでしてもらって何もなしというわけにはいきません。さあ、これを。これは。せめてものお礼です。本当にありがとうございました。いえ、大したことじゃありません。ところで、売りたいものはありませんか？高額で買い取りますよ。こちらの品。気が変わり、何でも。
ジョさん、エンさん。君は？葉月、葉月亮と言います。ハッカソンでシェンファと出会って。シェンファは無事か？さらわれました。シェンファが？シェンファは必ず助け出します。エンさんたちを頼みます。うん、レン。おい、この部屋やべえ感じだぜ。何？気抜くな、行くぜ。今度はだいぶ色っぺえ女だぜ。そんなに覗きが好きか？お前か、シェンファをさらったのは。鏡は持ってきたか？シェンファはどこだ？リョウ！鏡を渡せ、さもなくば。鏡なら鏡だ。おい、これが法王教か。シェンファを離せ。大丈夫か、シェンファ。私は大丈夫。でも違うか、隣の部屋に戻っていてくれ。そこにエンさんがいる。父は？エンさんは無事だ。さあ、早く。ランテイ様がお待ちだ。ランテイ？
まあ、古城にたどり着けたらの話だが。あの城に乱帝が。どっこいえ。